脂っこいものとビールが欲しい。めっちゃ長い。長い。で、あれ高くないか。おかしいよね。おかしい。何やっとんだと。丸山ゴンザレスの裏社会ジャーニーです。今回はですね、悲しいお知らせがあるんですよ。はい。私丸山ゴンザレスぼったくられました。どういうことっていうね。ずいぶん前になるのかな、放送で言うと。回数で言うと前だけど、期間で言うとそんなに空いてないんだけど、うん、はい、某所で取材させてもらったタカさんっていただいたんですか、ぼったくりを実際にね、やられていたタカさんに、はい。あの人いろいろ聞いたのに、放送には出てないところも含めていろいろ聞いたのに、はい、つい先日、うん、大阪でですね、ぼったくられました。うん、なんかその LINE が送ってきて、やっぱ爆笑しました。何やっとんだと。マリアム・ゴンザレス。いやー、やられたね。あんま詳しく聞いてないんで、はい、ちょっと今日は視聴者の方と一緒に自分も話を聞いて、はいはいはい、ちょっと丸山ゴンザレス大丈夫なのかと。という話を、はい、したいなと思います。状況を教えてください。はい。まあ、状況が良くなった時に設定したイベントだったんですよ、コロナの状況が。うん、で、もうチケットも売れてしまったし、一応じゃあ行ってやりますと、その代わり対策きちんとやりましょう、はい、ということでやったんですね。で、まあ、極力、まあ、いろいろ、気を使うわけですよ、対策に。でも疲れました、うん、イベント終わって、うん。で、スタッフの皆さんと打ち上げ行きますかと。少人数でね。店全部気をつけて喋んないといけないけど。まあ、実際気をつけて行って。気をつけて行った。だから疲れてて。まあ、大阪独自の対策な、5人以下。決まってるんですね。っていうのを、の前かな、とかだったんで、はい、とりあえず人数は、まあ、ちょっと絞って行ったんですけど、はい、イベント終わりなので、うん、まあ、すでに、夜の街としては閉まってるんですよ、いろんなお店が。何時頃だったんですか？11時近かったですね、10時半とか、ね、はい、で、ちょっととにかく一杯飲んで、で、終わりにしたいから軽く行きましょうと、うん、いうことになって、はい、丸山さん何がいいですか、小沢さん何がいいですかって聞かれたから、まあ、僕は言いましたよ、うん、脂っこいもんとビールが欲しい。その時間に、はい、だからこんなお腹ポコンってしてるじゃないですか。そうそう、今球体を目指してるから球体は、ほぼほぼ、はい、すいません。で、まあ、イベント終わりだったこともあって、ちょっとこってりと串カツとか行きたかった。わかる、もうね。とか、そう、大阪じゃん。なんか、ああいうのとか、はい、なんか、なんか、脂っこいものとかとビールの熱いしさ。気分的に、ね。そうそう、行きたいなって思って。ってね、はい。で、ないっすかねって言ったら、まあ結構、お店ちょこちょこ空いてるんで、うん、まあなんかチェーン店系のなんかそういうの空いてるから、まあ適当に入りましょうって入ったんですよ。で、まあひとしきり飲み終わって、飯食って、飲み終わったというか、まあまあこんなもんで今日はもう疲れたし、早々もうほんと、ちゃちゃっと飲んでこう切り上げようとしたんですよ。で、まあ代表者というか、まあ大阪側のね、人が、まあまとめて会見していきます。一応割り勘にしましょうということだったので、はい、反社じゃないけど割り勘。で、なんてですね、割り勘行って、で、その人が首かしげながら戻ってきたんですよ。ほう。で、戻ってきて、いくらですかって普通に言うじゃないですか。一人いくらですかのいくらですかの意味で、いくらですかってこっちは聞いたの。はい。なんかね、いくらいくらですって。まあ値段ちょっと伏せときますけど、はい、いくらいくらですって言われて、あれ高くないかと思って。ほう。えって言ったら、うん、会計、代表で会計してくれた人も、はい、いや、そうですよね、つって、うん。だからそう思ってレシートもらってきたんですけど、とか言いながら。ほうほう。レシートくれって言った時にないって言われて、で無理やり出してもらってきたんですけどって言って、こうレシート見たら長いでしょ。レシートがあれと思って、整理すると何時間ぐらい飲んでたんですか。いや、本当にそんな1時間、小1時間とかですね。何人、まあちょっとその人数はまあ、そうでもない。まあまあちょっとあるんですけど、はい、そんな本当に数名ですよ。ほう。だから大宴会とかじゃないんですよ。めっちゃ長い。長いんです。おかしいよね。おかしいと思って、はい、で、そのイベントの、イベントホールの、まあ、ロフトですよ、はい。オープンになってるからいいですけど、ロフトのスタッフで、まあ、割とそういう、なんていうんですかね、接客業なわけです、あそこも。同業だから、うん、慣れてるから、はいはい、パッとその、見て、はい、あれこれ頼んでない、これ頼んでない、頼んでない、頼んでないとか言って、やられましたわ、と。うん。スタッフの。まあ、松本くんっていうのはね、はあ、これやられましたね、知ってるよ、はい、で、ちょっと俺、詰めてきますって言って、うん、レジにダーッと走ってって、結構アクティブだよね。そうそう、まあ、でもそりゃそうだよね。これは面白い、面白いと思う。注文してないのが、まあ、乗って、そうそうそう、お会計しちゃってたの、しちゃったんだ、ね。あ、まあ、しちゃったんだけど、しないとレシート出ないから、うん、そうだね、はあ、出してくれっつって、持ってきてる、こっちで。うん、で、おーっ
ということになっていくじゃないですか。まあ僕も面白く普通に言いますから。ちなみに、詳細はいいんだけど、いくらぐらいなのか、いくら、まあいくらぐらい。まあ、そこが、あれなの。言えないのか。それさ、最後の。ああ、最後の。それ大し、じゃあそうそう。まあまあ。はいはい。でね、あの、まあまあ、まあいいや。うん、あの、言っとくと、そんなもったいぶる話じゃない。要は、プチボッタグリなんですよ。あ、プチボッタなんで。はい。はい、まあ、本当に、だから、2万、4000円が8000円とかそんな話なんだけど、まあ4、5000円の話なんですよ。ああでも安い居酒屋で4、5000円って、結構な品数入らないとつかないんですよ。はいはい、で、それがだから違和感、こっちとしては感覚的におかしいな。うん、でもよく、まあプチボッタの方があれなのか、むしろみんなにとっては身近なのかな。身近だし、いや不思議、うん、あんまりでもないから気になる。え、うん、で、それがだからちょうど頼んでないものがついてたでしょ。あったと。それがあって、はい、で、そのまっちゃんがバーッと詰めていって、うん、で、俺とかもちょっと面白さが行くじゃん。気になる。で、こう、前ちょっとこう、これ、店員っていうか、その、まあ、レジで、実際会計の、うん、俺たちの注文を取って、はい、会計してくれてた人に、詰め寄るわけです。はい、まあ、これなんで、これ頼んでないと、うん。で、なんか、ミスですみたいな。じゃあ、最初はなんかね、いや、知らないです。結構頼まれましたよね、とか、なんか結構、な感じで、ごまかそうとするんだけど、で、いやつってこう、こっち頼んでないから、お前、頼んでないやつ足しただろ。もう、警察とか呼ぶぞ、お前、本当に、とか言ってたら、はい、しぶしぶなんかこう、なんかチェックし始めたんですよ。態度悪いっすね。そうそうそう、そこまでね。うんうん、で、まっちゃんがその、いろいろ詰めるから、まあ、嫌そうにこう、いや、これは、みたいな、消してやるんだけど、うん、それに対してこう、まっちゃんが、こう、まあ、本当にちゃんとやらないと警察に呼ぶからねって言って、わかりましたで始まったんだけど、はい、で、もう、まあ、これさ、自分でわざと足しただろう。うん、ぼったくりだろ、これって言って、まあ、まっちゃんとか周りがこう、詰めたら、はい、いや、とか。まあ、いいよ、もう。こう認めてくれたら警察呼ばないから、本当、ちょっと認めてくれるだけでいいから、それ、教えて、ちょっと、どうしたのって聞いたら、うん、もう足しました。まあ認めたな、警察電話する。怖い。まっちゃん電話しちゃって。まっちゃん気が入ってますね。まっちゃん電話しちゃって。はい、ていうかもうなんだろうな。別に僕ら、要は一軒目なんですよ。一軒目で、しかも僕らは打ち上げみたいなだから、はい、スタッフ的には、それを、なんかその、怪我された感じが、まあ、いやいや、よくないし。すごい怒っちゃって。まあ、そこで、いや、じゃあ認めたから OK にすると、また横行するし、うん、やっぱちょっと、まあお仕置きしましょうって話だよね。まあそれもあったね。うん、それでやって、はいってくと、その、警察がまあ来るんですよ。来るまでの間に、僕らとしては、どれを足したのかっていうのをやっていくんだけど、うん、まあ、結局、さっき、実は飛ばしたのもあるんだけど、俺ね、まあ、足し方にしても、もうちょっとこう、まあ、運が悪いっていうか、何を足したと思います、まず。普通はほら、ウーロンハイ、4杯のところを6杯にするとか、うんうんはいはい、レモンサワーとか、まあ、絶対頼む唐揚げとか、うん、まあ要は僕らが 4,5 人なのに対してまず頭数が9人ぐらいになってて、お通しが多い、ね、乾杯のビールの数が合わない、9杯とか頼まない1杯しかみんな飲まないから、はい、で足されてるメニューがタコワサ、スライストマト、ゴーヤのおひたし、さっぱり系ばっかり、はい、俺、なんでその店行ったっけ？そうか。こってりがいいって言ってた。なるほどね。しかも普段頼まないもんばっかり、野菜のさっぱり系ばっかり出されてるんだよ。じゃあそこが、じゃあ串カツ、軟骨の唐揚げ。串カツの数がね、増えてたら、絶対わからない。そうか、さっぱりを求めてたわけじゃないのに。そうそうそう。もうビールと、いや、お酒と、もう揚げ物で行きたかった。なるほど。なのに、揚げ物には足されてなくて、さっぱり系ばっかり足されてるから、そうか。もう見事にそればっかり消していくわけ。ああ、まあ向こうとしてはね、うん、まあそういう方が、前菜的な方が、誰が頼んだかわかんないみたいな感じだったんだろうね。そうそうそう、まあね、で、あとは、その、警察くらいだろう、いろいろ話してって、はい、まあ結局こう、なんでこんなやったんだよとかって、うん、いやなんかだからその場ではね、なんかいや後ろの席の人と間違えましたとか、他のグループと同じグループと間違えましたとか、嘘つかれるとだんだん、そうそう、だんだんこっちもイライラしてくるわけで、ちょっと許せないですね、嘘つく、うん、なんかお前ごまかすなよとか思ってたんだけど、うん、でまあ警察登場して、はい、で警察に制服が何人、制服が2人、ね、他にもね何人か来たんだけど、はい、プチぼったくりだって分かって帰ってきました。なるほど、めんどくさ、はい、ベテランの人ほど後から来て、
あ、ぼったくりか、みたいな感じで、さーっと帰ってくるんだね。で、若手二人に任されて、はい。でね、あの時面白かったのは、分けるのね、やっぱ双方で分けて、双方の言い分を聞いて、整合性をつけるんだよ。もちろんそうです。で、ただ、距離が近いから、お互いに何言ってるか聞こえてるわけ。はい、で、こっちは、バーっと、府警さんがついて、話していて、はい。で、向こうは男性の警察官ついて、店員さんと話をして、はいはい。で、店員の方が、さっきまで認めてたのに、急に、いや、もうちょっと間違えて、とか、いや、なんかどうも、勘違いがあったみたいとか言い出してるから。え、その時は電力回してなかった？いやいや、で、それで言い出した瞬間に、はい、まっちゃん、ずっとラゴンストだよ、って言って。ごめん、ちょっと俺今撮っちゃったけど、ジャーナリスト的にね、ごめんごめん。出したんだね、まっちゃんがね、はい。で、その瞬間、こう、なんていうの、店員さんの、なんていうんだろうか、正気が抜けるのがシュッと感じる。ああ、もう。シュッと何かが抜けるのを感じたのよ。魂とか観念したわけだ。そうそう。で、はい、お巡りさんが、あ、撮ってたんですか？ちょっと聞かせてもらっていいですか？って外へ行って聞いて、で、その間に、こっちについてた府警さんが、そっち行って、あんたね、さっきから嘘ついてるでしょ。一個でも嘘ついたら、こっちは一つも信用できなくなるからね。正直にいいな、とかってすごい詰める。まあ、大事なこと。で、その府警さんが、スラッとしたさ、すっごい背の高い美人げな人なんだよね、はい。で、それを見てて、まっちゃんがずっと、いい女だな。やばい。いい女だな、とか。違う犯罪でそうだからね。そうそうそう。まっちゃん、おいおい、とかって思いながら、まあそんなんで、まあ府警さんがすっごい詰めるわけ。はい、そのなんかね、すごい、ものすごいなんかちゃんとした人で、うん、なんかこっちと照らし合わせながら、あんたここ嘘ついたでしょとか全部やってくれて、はい、で、なんだろうな、反省は、その、反省っていうかもう、シュルシュルシュルってこう、あおらにしようみたいになってるから、こっちもかわいそうだなとか思うんだけど、でも一応さ、動き出したものを下げられないから。一応、詐欺だからね。なるね。うん。で、ただ警察としては、まあ、学面も少額であることから、うん、本人も認めているということで、うん、詐欺罪での立件は非常に難しいと。うん、っていうか、実はね、それに先立って、返金してきてるよ。まあ、まずね。一回ね。はい、向こうが。なるほど、なるほど。だから、返してるから詐欺では無理ですと。示談も済んでると。はい。だから、厳重注意。はい、なります、はい。で、あとは、双方でお話し合いのもとお願いします、ということになったんですよ。はい、で、結局、我々としては、まあ、もう、やらないならいいよっていうことで、はい、まあ、立ち去るしかないんだけど、ただその、本当にその、反省してもらうためには、一応上の人からの、謝罪を一本ください。ね、だから、それはその場でお店を調べて、運営会社があることが分かったから、はい、そちらの方に話を上げていただいて、そちらの責任者からこちらに謝罪の連絡をください。個人の話じゃなくて、組織としてどういうふうにっていう処理をするってことですね。そうですね。はい、だから、それで、まあ一応、そこで僕ら一区切りつけたんです。なるほど。まあ、で、ところが、1日2日経っても連絡がなかったらしくですね。ほう翌日すぐあったのかな。で、その後、うん、なんか本人が、なんかこう、なんだっけな、ちょっとこう、そのやりとりの中で、謝罪の連絡の中でね、僕にじゃなくて、お店の方に来てくれたんですね、うん、そのロフトの。はい。で、そのやりとりで、つい先日ですね、イベントに出演してくれました、うん、なんかぼったくった彼が。びっくりしましたけど、はい、その。なんでぼったくったのかをその場で。はい。話してくれる。だから僕らは、その場は、ちょっとほら、おまわりさんもいたし、その点、ちょっとね、うん、まあ、バタバタなってたから、はい、本音のところをなんでやったのっていう話が、ちゃんと聞けなかったんですよ。確かに。うん。で、ステージに来てくれた彼は、本当にこう、気の小さい方で、ものすごい反省してて、まあ、もちろん含み合わせてたんですけど、はい、で、うん、聞いたらね、いつもやってたわけじゃない。相手を見てやってましたと。泥酔客とか、グループ客とか、うん、なるほどね、だから僕らイベント終わりのテンションで来たから、うん、ちょっとテンション高くて、うん、泥酔してるグループ、なるほど、めちゃめちゃ酒飲んできてるグループだと思ったらしい、はい、まさか1軒目だと思わずにそこで来たらしくて、でそのちょこちょこ乗せていく、あなたはあそこのお店の経営者なんですか、内緒はフランチャイズの店長なんですか、その売り上げ、はい、そのねちょこちょこ足すなんてって言ったら、いや違いますと、まあ社員だけれども別にそこ関係ないって、うん、別にその本社から指示があるわけでもないし、自分の判断でやったし、他の店員はやってるかどうか知らないけど、そういうことを社内で話し合うこともなかったし、共有してなんかあそこから今回いくらぼったくりましたみたいな話をしてるわけでもなく、自分の判断でやってたんだと、え、なんでですか、うん、だから売上ノルマ上限があるわけじゃなくて下があるから、
絶対ある程度売り上げは立てなきゃいけない。なるほど。毎月。ああ。だから、彼は彼で常に追い詰められてたんだなっていう。なるほど。まあじゃあ生命保険のノルマだったりとか、うん、まあ何でも洋服とかもそうよね。そうね。買わなきゃいけないとか、うん、そういうことでやってたってこと。そうそう。だからバレない範囲で少しずつ少しずつつけて、売り上げをちょっとでも上にというよりは最低限のノルマクリアするためにやらなきゃいけない。特にそのコロナ以降の下がり方は尋常じゃないので、それは会社としては数字だけれども、現場としてはその数字を出すためにそういうふうにやってるんだと。で、そこにたまたまそのたちの悪い集団を引っ掛けてしまったと。いやいや、まあ、いや正しいと思いますけどね、うん、でもなんかね、飲食店現場の悲哀を見た感じ。いや見たし、どっかで会社も絶対に口には出さないけど、ひょっとしたら、まあ、そういうことしててもいいから、ノルマ出せみたいなのはあるのかもしれないね。被害に遭ってしまったからこそ強気で言ってるけど、客観的に見てるもう一人の俺としては、すげえかわいそうだなと思うところもあったの。その飲んでる時に、うん、まず会計してる人、料理作ってサーブする人が二人しかいない。もう2オペなんだよ、ね、2オペでその状況なんだ、うん、で俺たちで警察呼んじゃったから、ワンオペでそっちの人が1人回しているわけ。それ見えてるの。だけどここでそれがかわいそうだからいいよっていうわけにもいかないし、うん、いやもうこれ見てる人はどう判断するかわかんないですけど、僕はでもやっぱりそれは騙されたけど、まあ認めてくれた、それが良かったのかっていうか、そもそも騙しちゃダメだろうと思うんだけど、そのうん、なんていうかな、結論は出ないんじゃないか、これは。まあ一つ言いたいのは、はい、結局ね、普通のお店だったんです。見た目も中身も味も良かったし。だから、そういうところでも、そういうノルマとかが入ると、うん、そういう店員さん一人のさじ加減でそういうことも起こりうるんだなっていう。グループとしてやってようがやってまいが、そういうことって起こるから、誰の身にでも起きる。はい。で、それって結構、なんだろう、レシートもらうとか、そういうことで防げる。だよね。うん、だけど、その、なんかそこを、そのちょっとしたことで防げるようなことを、わざわざ、やらなきゃいけないほど追い詰められている飲食店業界ってまた大変だっていうか、結論は出ないけども、おっしゃる通り出ませんが、うん、まあでも、被害には遭いたくないけど、飲食店の大変さも分かったというのが、大阪ぼったくりの乱でしたね。乱というか事件というか。これがインドだったら別に当たり前にしてきそうだけどね、なんかね。ね、一時期のね、うん。今はちょっと違うかもしれない。わかんないけど、でもそこってね、ちょっとこう、どうですこれ、うん。許せないところもあるけど、いや、わかるところもある。まあ、理解できるけど、うん、やっぱりまあ、許しちゃいけないところは、チェックして、うん、やっぱそういう横行はさせないようにしていくっていうのが大事なんじゃないでしょうか。うん、ただね、はい、本当にこれはひがみですけど、うん、ちょっと考えさせられる話、考えさせられる、なんか、うん、一個だけいいですか、最後ひがみがあるんですけど、はいはい、うん、後ろにパリピみたいにわーわー騒いでるグループがあったんだけど、そっちはぼったくられてなかったんだよね。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。